はい、ヒッシースタジオの石田です。今日も動画の配信していきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、ジッツォの品番のお話させてもらいたいんですけど、ちょっと一つ小ネタを挟ませてもらいたいんですけど、ジッツォの商品説明するために勉強のために、あの外人さんがアップロードしている動画を見たんですけど、ジッツォって当たり前ですけど日本語でジッツォって言いますよね。カタカナで表記するのも、まあ、ジッツォって書きますよね。まあ当たり前なんですけど、でその外人さんの動画を見せてもらった時に、その方がですね、多分アメリカ人の方なんですけど、その方がジッツォのことをギッツォっていう発音をしてたんですよね。それにちょっと衝撃を受けたんですけど、フランス人の人がジッツォかギッツォかどういう発音するのか分かんないですけど、そのアメリカ人の方はね、ギッツォっていう発音をしてたので、ちょっとね衝撃を受けたんで、一つ小ネタを挟ませていただきました。じゃあ今日はですね、ジッツォですね、ジッツォの、品番のお話をしていきたいと思いますので、もしよかったら見ていってください。この三脚をちょっとね使います。 GT2542 という三脚になるんですけど、この三脚を使って解説していきます。でごめんなさい、ちょっとね顔近づけないと顔認証でピントを合わせるので、ここにねピント来ないんで、ちょっとおっさんのドアップの動画ね、ちょっと見苦しいかもしれませんけれども、ご了承ください。はい、じゃあちょっと一個ずつね解説していきます。 GT2542 の G なんですけど、 G っていうのはもうジッツォの G ということですね。なんでジッツォの商品は全部 G から始まります。でなんかスペアパーツも売ってて、スペアパーツに関しては D から始まってるみたいですね。一部ちょっとイレギュラーなところはあるんですけど、基本的にジッツォの商品は全部 G から始まってるみたいですね。はい、で続きまして GT の T ですね。 T は何を表してるかっていうと、三脚は英語でトライポッドって言いましたよね。トライポッドの、頭文字 T を取って、GT と呼んでます。他にも実は一脚とか渡してるんですよね。一脚は英語でモノポッドって言いますよね。なので GM から始まります。ジッツォの一脚は GM から始まります。他にもジッツォはこういう雲台も出してるんですよね。雲台のことをヘッドって呼ぶんですかね。品番は GH から始まってます。なんで、ジッツォの雲台は GH から始まってますという感じで、アルファベットは製品を表しています。続きまして2542の2ですね。2っていうのは、三脚は全部パイプの太さが決まってるんですよね。ジッツォの三脚はこれは2型の三脚になります。はい、みんなね、あの肩って呼んでます。なんで2型になります。でそれぞれね、0型から5型まで太さがそれぞれあるんですけど、6種類の太さがあります。0型、1型、2型、3型、4型、5型の6種類のパイプの太さの三脚を、実は販売してます。それぞれね太さが違うんですけど、0型は、21.7mm、 ごめんなさい、カンペ見ます。0型は 21.7mm の太さの、三脚を作ってます。だいぶね細いタイプの型になります。はい、で続きまして1型はね持ってるんで実際見てもらいましょう。1型の太さはねこんな感じです。ちょっと手と比較してもらって、はい、で握ってみると、まあ、指もね余るぐらいの太さになります。で太さが 25.3mm ですね。割と細い部類の三脚になります。続きまして、さっきもね見てもらいましたが、2型の三脚です。2型の三脚は太さが 29mm ですね。握ってね、なんかちょうどいい太さというか、はい、という感じになりますね。はい、だいぶ太くなってきましたね。続きまして、3型です。3型も持ってるんで見てもらいましょう。はい、だいぶいかつくなってきましたね。握ってもね、ちょっと指が届くか届かないかぐらい太めの三脚になります。はい、3型が 32.9mm の太さになります。あとは持ってないんですけど、4型が 37mm と、あと5型が 41.3mm っていってね、もうものすごいぶっとい型の三脚になります。なんでだいぶ屈強です。0型1型はものすごい細くて、基本的にコンパクトな三脚が多いので、持ち運びとか収納とかに向いている三脚になります。一方で4型5型あたりはだいぶ屈強な三脚になるので、すごい重たい機材を乗せたりとかするときに向いてる三脚になります。でかくて重たいんでね、持ち運びは向いてないタイプになります。2型とかはね、ものすごいバランスが
取れた三脚になります。持ち運びもね全然できるぐらいの重さですし、十分耐荷重もあるのでものすごいバランスが取れた三脚になります。はい、ということで肩2位は肩の話ですね。パイプの太さのお話でした。はい、続きまして5です。5は何を表しているかっていうと素材を表してます。5っていうのはカーボン製を表してます。はい、今ね実は現行品は全部カーボン製になってるのでここはね必ず5が来ると思います。で他にも過去にアルミ製とかバサルト製とかそういう三脚を出してたみたいなんですけど、アルミは昔から主流だった三脚の素材だったんですけど、特徴としては頑丈は頑丈ですよね。で頑丈かつ重たい素材になるんですよね。最近はねその持ち運びとかに長けた三脚がブームになってきているので、主流になってきているので、いろんなブランドさんがカーボンを主力製品として今出してるところが多いですね。アルミもね一部で、ね、出してるところがあるので、アルミもまだまだ現役で使える三脚ではあると思います。でもう一つそのさっき言ってたバサルトっていう素材なんですけど、それはなんかね玄武岩の繊維からできた三脚らしいんですけど、特徴としてはアルミの三脚よりは軽くて、でカーボンの三脚よりは安いっていうなんか間を取った素材でできた三脚も販売してたみたいです。今はねもう販売されてないみたいですけどね、カーボンしか今出してないので。はい、ということで5は素材のお話をさせてもらいました。続きまして2542の4ですね。4っていうのはもう段数数の話です。この段ですね。はい、伸ばしてみましょう。はい、伸ばした時に12344段になってますね。なんで、段を示しています。でちなみにこれ2542なんですけど、2532というタイプの三脚も販売してて、同じ2型の太さの三脚なんですけど、それぞれ4段と3段の違いがあります。で3段と4段の違いなんですけど、それぞれメリットデメリットがあって、4段の方は段数が多い分一本一本パイプの長さをちょっと短く作ってるんですね。その分コンパクトになります。コンパクトさを重視する人は4型を買ったらいいと思います。で3段の方もメリットがあって、じゃあ例えば4段の場合はこのロックナットがね 1,2,3 個あって、3つともひねって伸ばして 1,2,3 っていう感じで緩めて締めてっていう動作があるんですけど、これを3段の三脚と仮定したらロックナットが2つしかないですよね。なんで2つ解除して伸ばして2回だけ締めると、ということでかなりスピーディーに三脚を伸ばしたり縮めたりできます。はい、縮めてみましょうか。これロックナット2つ解除して畳んで、締めると、以上で縮められるので、だいぶだから3段の方がスピーディーに三脚の伸縮は可能ですよね。でもう一つ4段の方が一番細いパイプが一つ増えちゃうので、4段よりも3段の方が、3段はねこのもう一つ太いところが一番細い三脚になるので、3段の方が安定感はあるっていう風に言われてます。でカタログ見ても GT2542 と GT2532 と両方ともね同じ耐荷重になっているので、スペック上はね数字の変化はないんですけど、おそらく3段の方がやっぱ安定感はあるんじゃないかなと思います。ということでこれは段数でしたね。最後に2っていうのは世代です。はい、これ2世代目ということですね。で1世代前の三脚も持ってたんですよ。同じな太さの4段の三脚ですね、 GT2541 という三脚持ってたんですけど、何が違うかっていうと、三脚の素材自体はカーボンのままだったんですよね。今も1世代前もカーボンのままなんですけど、カーボンの技術が変わってて、今現行品はカーボンエグザクトっていう技術を使った三脚なんですけど、前のやつはねカーボン 6X なのか6掛けなのかちょっと分かんないんですけど、呼び方は分かんないんですけど、そういう技術で作られた三脚だったんですけど、何が違うかって、この現行品の方がこの一番太いパイプと次のパイプのパイプの太さの差が少なくなってるんですね、前のやつと比べても。
なので2番目に来るパイプが従来のものよりも太くなってますね。頑丈さがそのまま保たれているということですよね。1世代前よりは、太いです。太いしちょっと重たいんですけど、だいぶ堅牢性は上がってるっていう風に感じます。はい、ということで2っていうのは2世代ということでしたね。はい、この子はねマウンテニアシリーズなんで末尾に何もアルファベット載ってませんけど、例えば折りたたみ可能なトラベラーシリーズですね。この子トラベラーシリーズなんですけど、こうやって三脚を180度回転して折りたためる三脚なんですけど、これトラベラーシリーズと言います。トラベラーシリーズは最後に T、 アルファベットの T が追記されています。 T はトラベラーというシリーズを表しています。もう一つ屈強なセンターポールがないカスタマイズができるシステマチックっていうシリーズあるって過去の動画でお話ししましたけど、システマチックは最後の最後に S がつきます。 T がついてたらトラベラーだし、 S がついてたらシステマチックというふうに考えてもらったら大丈夫です。はい、でもう一つねアルファベット載ってるんですけど、これ GT3542Lっていう商品なんですけど、これと似たような商品で GT3542L なし、アルファベットなしっていうものがあるんですけど、違いが L っていうのがロングを表しているので、3542よりもパイプの長さはちょっと長いんですよね。なんで最終的に全部伸ばした時にこっちの方がだいぶ高さがあるということを表しています。で他にもね L はロングなんですけど XL っていうのもあるんですね。エクストラロングですね。なんでそういう三脚になるとだんだんこう高さが出てくるというか、高さの必要な場合はそういう三脚を見てもらったらいいと思います。もう一つねジットの最強の三脚を紹介させてもらいたいんですけど、 GT5563GS というジットの最強の三脚があって、5型の6段6段分伸びて、で GS、 S はねシステマチックって言いましたけど、 G っていうのはジャイアントっていう意味なんですね。ジャイアントっていう意味を表しているので、最終的に全部伸ばした時に高さが、なんと2メートル78センチまで伸びる三脚があります。もう余裕で人の高さも超えて、もう脚立とかないと使えないぐらいの高さまで伸びる三脚があります。しかも耐荷重がですね40キロです。40キロの機材を乗せても大丈夫っていう公式のスペックではそういう記載がされてます。ジットに限らず世の中の三脚の中でも最強の三脚かなと自分は思ってます。なかなかねご縁のない三脚なので持ってないですし、値段もねなんか20万ぐらいするのかな、20万弱ぐらいかな、はい、ぐらいするので自分は持ってないんですけど、そういう三脚もあるということですね。今回はジッツォの品番についてちょっとお話しさせていただきました。次回からは持ってるジッツォの三脚を一本一本紹介させていただきたいと思いますので、もしよかったら見てください。あと今回の動画いいねって思った場合はいいねボタンお願いします。あとチャンネル登録もねもしよかったらしてください。よろしくお願いします。それではさようなら。